こんにちは、レトスのオーです。いつもご覧いただきありがとうございます。また初めてご覧いただく方も歓迎いたします。弊社レトスは無理なく、無駄なく、効率的に宅見合格していただくために、理解学習を使って個別指導を行っております。また毎日3問、過去問解説の無料講座も行っております。さらには分野別の講義も無料で行っております。かなりたくさん動画アップさせていただいておりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは本日の3問に入っていきます。 苦しいからと言って逃げると、また苦しくなる。苦しいけど逃げずに踏ん張れば楽になる。わからない問題が出てきて、やめた。また今度やる気になったらやろう。という感じでつまずいて、勉強を中断して、また1ヶ月後に勉強を始める。そういった方が多いんですね。しかしこれではわからない問題はわからないままですし、 ここは、踏ん張ってわかるまで、問題を解き直したり、テキストを読み返したり、さらには、ネットで調べたりしましょう。そうすればわかるようになります。逃げずに立ち向かっていきましょう。それでは、本日の3問に入っていきます。B は A に対して、B 所有の土地の定当権設定に関する代理権を与えた。しかし、A は B 所有の土地について C と売買契約を締結した。 B は C が全員無過失であっても、その売買契約を取り消すことができる。丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。問題文の状況なんですけれども、B 所有の土地ということなので、B さんが本人ですね。で、B は A に代理権を与えたので、A が代理人。で、C が相手方という状況です。 ただ今回ですね、この代理権の内容っていうのは、定当権設定なんですね。定当権を設定していいですよっていうふうに代理権を与えた。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、これ権限外の行為をしているってことなんですよね。権限の範囲っていうのは、定当権の設定なんですよ。にもかかわらず、売買契約をしているってことは、権限外の行為を行っているということですね。 で、これっていうのは無権代理行為をしだということなんですね。従って A は無権代理人というふうに考えます。なんで B が本人、A が無権代理人、C が相手方ということですね。で、無権代理行為を行うとどうなるかっていうと、契約に効力が生じないんですね。しかし、相手方が全員無過失の場合、つまり A がこの無権代理人であることを過失なく知らなかった場合ですね。 この場合っていうのは、表券代理が成立して、契約は有効になるんですよ。つまり、本人 B っていうのは、無権代理だから契約の効力は生じないっていうふうに主張することができなくなっちゃうんですね。言い換えると B はもう契約通りに履行しないといけないんですよ。つまり B は売買契約を取り消すことができないということなんですね。 そして、表見代理がどんなものか知らない方も多いと思うんですけれども、表見代理が成立したら、無券代理の行為も契約有効になっちゃうんだというふうに頭に入れておけば、イメージしやすいんじゃないのかなと思います。で、今回は表見代理が成立して契約有効なので、売買契約を取り消すことができないから誤りだということですね。で、表見代理が成立する場合っていうのは、5つあります。 え、改正前は3つだったんですけども、え、改正民法になって5つに増えました。で、え、これはつなげてちゃんと覚える必要があります。え、記憶するテクニックの基本中の基本なんですね。このつなげて覚えるっていうことは。なんでぜひですね、試していただければと思います。え、個別指導では、え、テキストや過去問集の解説だけじゃなくて、動画でもこの表現台についてまとめておりますので、受講者専用の動画にその動画を貼っておきますので、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。 で、問いにですね、免許の用費です。A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の売買により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。えまるかばつかという問題です。今回、この A さんってどんな人かっていうのを押さえるとわかりやすいです。 A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって、え、土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども、取引をしてないんですよ。つまり、宅建業の免許っていらないんですね。従って A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、 地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、みんな宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。今回、駐車場を貸してるわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって、 免許を持ってない方意外と多いんですよ。それでもアパート経営してますよね。で、これっていうのは自らオーナーとなってそのアパートを貸してるだけなんです。これは取引に該当しないから宅建業の免許はいらないんですね。で、最近まち,ちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのはまあ、多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方がマンションを貸すだけなんですよね。 その会社員っていうのは免許持ってますか持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても不動産投資を行ってるわけですよ。買ったマンションを貸してるわけですよね。賃貸してると。まあ、このように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。 なので、できるだけ具体例を勉強していくっていうことが非常に効率的だと思います。実際やっぱ個別指導でも、あの、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはやっぱ分かりやすいので、まあそのようにしてます。まああまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。 その具体でね、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ、効率的に勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ、励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問い3ですね、建築基準法です。建築主は、木造以外の建築物、延べ面積200平米について、新たに増築して延べ面積を250平米とする場合、 建築確認を受けなければならない。え、まるかばつかという問題です。え、答えは建築確認。受けなければなりません。で、今回問題文では木造以外の建築物って書いてあるんですね。で、木造以外の建築物っていうのは、まあ、非木造建築物なんですけども、この非木造建物っていうのは、例えば、鉄筋コンクリート作りだったりとか、鉄骨作りとか、まあ、そういったものですね。そういったものについては、延べ床面積200平米超、 もしくは2階建て以上。どちらか一方に該当すると、新築したり増築したりする場合に建築確認が必要になってくるんですよ。まあ、今回増築の場合なんで、増築後の延べ床面積で判断します。まあ、今回増築後250平米となってますので、200平米を超えてますよね。従って建築確認は必要です。で、まあ、この問題っていうのは語呂合わせを使ったら簡単に解ける問題なんですね。 なので、この語呂合わせについては、個別指導でお伝えしたいと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひですね、一発合格したいという方は、そちらの方をご確認いただければと思います。今からであれば、全然一発合格十分可能なんで、全く法律知識なかったとしても全然問題ございません。卓系レベルであれば、一回で合格できる資格なんで、一回で合格したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。